見たい。紹介、お前さんにいい話があるんじゃ。それが、私は選ばれし人間。わっとる、お前さんは実力も才能もあるからな。じゃが、今まで…なるほど、私も常々不満に思っていたところだ。そうじゃろそうじゃろ、じゃからわしと一緒…そういう話なら悪くないな。いそう来ると思っとったね。さすが、こいつは顔がいいから女神の受けもきっとええ。女に興味もなさそうだし、横取りされる心配もねえ。さら悪いな、紹介。やった、戦もはかどるわ。あなたこそ真の三国無双ですよ。我らの力を示すのだ。はい、しました。負けられぬ。お姉様の命令は絶対、覚悟してもらいます。秀吉様、一歩も動くな。いいんじゃないですか。ひどいよお前様、後でたっぷりお説教だよ。すまん、ねれ、この通りじゃ。せめて一目女神を見たいんじゃ。はあ、散々な目にあって待ってたよ。ねれ、調子良すぎだよお前様。今日はだねれ、私を騙した罪を償ってもらおうと思った。まったく、くだらんことに巻き込まれる。投げてやろう。みんなといろんなこと特訓してきちゃった。きつい特訓もみんな一緒だと楽しいな。高山城によって伝えられたその話は、福島ま男福島に怖いものなどない、負けん気の強さゆえ。はあ、やっと着いた。ここが七不思議が起こるって噂の場所。なんだ。ん？なんかこ。ガチで行くの？行くに決まってんじゃん。ガチなめんな、ガチ火がついた、上等だ。ジェスティアだ。神の力を示す、我らの力を示すのだ。はい、かしこまりました。はぁ、はぁ、どうなってんだよ。もう一人の俺だ、上等。二人の俺のうち影すら失うのはどっちだ。幽霊か、幻影か。知ったこっちゃねえ。ここまで来たら全員締めてやるぜ。頑張ります。上等、そのままひた走れ。各剥製と申す、手加減は無用だ。うまくいったよ。最後のはガチヤバかったなあ。ってあれ、あいつどこ行った。なんだよ、探索のとこでも行ったのか。実はあいつも怖かったんじゃね、ガチで。あいつ何のことだ。最初から他には誰もいなかったが。やっと戻ってきたぜ。なんか顔色超悪くない。お前、おい、先に帰るならそう言やって。え、先に帰ったって何。え、ガチで言ってんのか。一緒に七不思議調べに行ったろ。意味わかんない、七不思議とか。あたってことはさっきのお前はガチ中のガチ。え、ちょ、何倒れてんの。ねえ、起きてってば。異界にさまよう魂に見入られるとは清絶。正則、行き場を失っていた魂たちはきっと読み地についた。
連合軍に敗れたロキは、ゼウスの武器ロキとの戦いの中で雪村は、ロキと話す機会はもう二度とないかもしれ。あれはオーディン配下の者たちか。雪村、ロキ殿はオーディンに、私の願いが叶うまで。ロキ殿はオーディンとは別の目、ロキ殿が貫こうとしている思い、それが何なのか。いても敵に落ちやしないがな。奴らの望みを断ち切るな。雪村、このままでは大切な友を死に追いやる。この痛みを私は知っている。もう二度と同じ過ちは犯さない。力を示すのだ。よし、はい、手を打とう。さすがです。あなたならばと思っておりました。少しはやるようだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うのか。さあ滅びの時だ。ここまでだな。諦めてはなりません。いかなる死地にあろうと決して望みを捨てず前を向く活路とは、そのようなものの前にこそ開かれるものだと私は信じています。雪村、たとえこれが最後になったとしても、私は君を友と呼べて嬉しく思う。さあこっちへ来なさい。世界に新たな道を切り開くのよ。雪村、よかった。ここは私があなたたちをここへ呼び寄せたの。ありがたく思いなさいよね。君はロキ殿、この方をご存知なのですか。私はオリュンポスの神ガイア。人間たちの言葉で分かりやすく言うとゼウスの祖母ってとこね。あ、でもおばあちゃん扱いは絶対禁止よ。降臨早々一仕事やってのけるとは、さすがはガイアよ。わざわざ一度肉体を捨てて融合世界の外へ迎えに行った甲斐があるというもの。肉体を捨ててガイア殿を迎えに。もしや以前アレス殿に撃たれたのは全てその計画のうちだったのですか。いや、さすがに息子の裏切りまでは予想外。ガイアを呼び出すのはわしがオーディンに敗れた時の奥の手として考えていたのだが、その策が図らずも今身を結んだというわけですね。まあそうだな。ケラウノスを奪還したおかげでわしの肉体には再び力が戻ってきた。まだやや理解の至らぬところがありますが、おかげで助かりました。感謝いたします。ああ、その説明がまだだったわね。
昔オリュンポスの大地を生み出した時、その代償として体を失ってしまったのよ。けど今回はその方が好都合だったわ。完全な姿じゃきっと異界に入り込めなかった。この姿でさえ随分と時間がかかったんだから。とにかくガイア、実にいい時に来てくれたよ。協力だと？まさかガイア様、ロキに力を貸していたのですか？なぜアースガルズのロキに？やはりそうであったか。予想はできていたが、他そもそもオーディンの危険な動向についてロキはこの異界が生まれる前から気づいていたの。ロキとゼウスの息子、本物のペルセウスと一緒にね。本物のペルセウス殿？おのおの方、一大事よ。オーディンの軍勢が退去して攻め寄せてきよった。オーディンめ、早々にガイアの降臨を嗅ぎつけたか。で染め上げてやろう。連れ舞いさしてもうた人みんな本魂が綺麗。うちいつもにご一緒しとおす。に揺り動かされたロキはついにオーディン軍を離反。二人を絶体絶命の危機から救ったのはオリンポスの地母神だが、敵もガイアの降臨を察知していた。救出ロキ殿、あなたはやはり、そしてかつて、ああペルセウスとは。そうだったのですか。彼は何より今は皆で力を合わせこの難局。ああ地母神ガイアの存在見過ごすわけにはいかん。皆かかれ、一気に城を攻め落とすのだ。早速攻めてくるなんて、さすがはオーディン、つくづく抜け目のない子ね。城内も敵だらけ。これではまともに戦えまい。まずは周囲の敵を一掃し安全を確保せよ。助かったぞ。そういえば満足か？まったく引くわけにはいかん。私を助けてくれるとはね。つくづく君たちは優しいんだな。負けられない。本当にキリがないわね。きっと誰かが術を使って呼び出しているんだな。今の私じゃはっきりとはわからないんだけど、どうもあの清盛って子が怪しい気がするのよね。靴を探し出して倒すのが先決だな。西から強い力を感じるわ。ロキの言う術の使い手はきっとそこね。これ式のことで根は上げられ。さてこのままだと困ったことになる。負けられぬ。